七夕の飾り付けにやってきたのは庄原幼稚園の園児たち26人です。地域に伝わる七夕を継承しようと1995年の開園以来25年以上続く伝統行事です。子どもたちは準備した織姫や彦星など色とりどりの飾り物や願い事を書いた短冊を笹の葉に一つ一つ思いを込めて飾り付けました。ピアノが上手に弾けるようになりたい。インテーデに言葉詞ができるようになりたい。七夕飾りは明日24日から園内に立てかけられ、来月7日まで来園者を楽しませることになります。